んにちは。待って、リップ塗ってないでいいな。ちょっと急めな配信だった。ちょっと待って、うるさい。うるさかった。配信してるから静かにしてって言ったらさ、うん聞いたって言ってた。なんで聞いたのにうるさくすんの。いいんじゃない？聞いたけどうるさくしたよ私が。めっちゃ迷惑じゃん。配信者からしたらね、めっちゃ迷惑ですよそんなの。これすごくない？名前がさ、欲望の魂。欲望の魂って名前のリップ、すごいよね。欲望の魂らしい。待って、マジでうるさい。ちょっと待って、めっちゃうるさい。めっちゃ静かにしてほしい。まあいるよね、なんか言われたらやりたくなるみたいな人。テロップ、オッケー。サイン手形抽選会二次販売中です。ゲッツしてください。今日さ見て、目の調子があんま良くないんだよね、こっちが。ほらすぐ奥二重戻る。でこうやってやるやん、ちょっと二重なるやん。でもなんか三重みたいになってんの。うん、良くないね。あとこれさ、ニットなの。これね、ニットになってるから無地じゃん。だからね、ネックレスを持ってきた。めっちゃ可愛くない？月。これは2個上の、2個上、あのお姉ちゃん2人いんのね。その一番上の方のお姉ちゃんからもらった、使ってます。ネックレスね、あんまつけないんだけど、ネックレスね、リネよく動く人だからさ、中とか入っちゃうのね。だからあんまネックレスつけないんだけど、どうせ入っちゃうから変わんなくて、つけてもつけてなくても。え、待って、めっちゃむずい。え、手元見れないじゃん、なんか。え、入ってんのかな。え、待って、全然つけれない。不慣れすぎる普通に。あれ、どこ、ついてる、ついてないね。普段つけないからつけられない。イヤリングとかはつける。あれ。待って、見えないからさ、つけれないかも。お、つけると。あ、よかったよかった。ちゃんと前来てくれるかな。お、いいんじゃないですか。反対じゃない？え、反対じゃないか。ここに来て頑張ったよ。え、反対じゃん。もういっか、キラキラしてるし。まあ反対でもね、キラキラしてたらいいんだよ。
ッケー。寒い寒いな。テロップ何書く、何書く。ここは宣伝をしましょう。やはりやっぱりサイン会とかね大事なんでね、ちゃんと宣伝します。サイン会とかはね遠いとか関係ないんで、北海道に住んでるからちょっと無理とかないんでね。なんかたまにさ公演とかはさ、ちょっと北海道なんで無理かもしれないなみたいな人いるけど、オンラインなんですよ。しかも来てくださいよ、北海道でも劇場来てくださいよ、沖縄でもタイでもどこでも来てください。どうやって書こうかな。普通に書く。サイン。手形。あーめっちゃ字下手なんだけど、どうしよう全部書きの、ま、書き直しする。昔さ、んっていうさカタカナあるじゃん、んとその区別が分かんなくて、リーナ昔リーナさ小1とかの時さタイにいたから習わないのひらがなとか、だからなんか同じものだと思ってて、同じものっていうかなんかこういう形で、あんとそうって読むんだなって思ってて、まあ、場合によってわかるじゃん、なんか、うん、ソプラノとかさだったらさブラノとかないじゃん、だからああ そうなんだなってわかるけど、昔全然区別がつかなかったんですよね。やっぱめっちゃ鼻ムズムズする、絶対花粉だよね、めっちゃムズムズしてた今。手形、抽選会、販売ってどうやって書く？販売ひらがなでいいか。あれ？あ、わかるわかる。販売わかる、リーナ。貝みたいなやつに、あの反射の歯でしょ、反で、貝はまあ普通に売る。かけるやんね。え、合ってるよね。合ってた、やった。販売中。めっちゃ字のバランスおかしいんだけど、見えればいいか。オッケー、書き出した。サイン、手形、抽選会、販売中、びっくりマーク、
なんていうんだっけ、エクストロフィックマークとかそんな感じの名前じゃなかったっけ。まあいいや、ビッグマークぜひ3点ゲッツしてね。どう、ゲッツ、ゲットに S つけたら複数形になるんじゃない。ゲッツしてね。これね、良くないですか。みんなゲッツしてね、絶対だよ。絶対だよ。私の中学生最後のオンライン会、名残惜しいですね。私ももう小学生って言った今。小学生って言ったよね。中学生最後、中学生最後のですよ。貴重、貴重です。私中3のリーナからのサイン手形抽選はもう今後一切ないのでね、過去に戻ることは竹道がいない限りできないので、皆さんぜひゲッツしてね。ほらありがとう、今日公演入るので、あ、公演までに終わるよりいいな。え、じゃあ18時10分に終わるって言って18時半に終わります。18時10分に終わるって言うけどいつも延長するので結局18時半に終わって、私の予定通り計画通りになるということでね。計画通りの顔あるよね、なんかこんな感じの。知ってる？計画通りみたいな顔があるらしいよ。ちょっとさ、まつげ上げていい？まつげがね、全然上がってないの。こんなもん？うん、ちょっと上がった。まあ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 、めっちゃ目乾燥する。ドライアイすぎてさ、このちょっとまつげ上げるために目開けてるだけでもめっちゃ目乾燥すんの。弟にも反抗期早っ。でも基本的にいつも反抗してくる、ちっちゃい頃から。ディナの妹もずっと反抗してる、ちっちゃい頃から。みんなちっちゃい頃から。神ありがとう、神が降りたいよ、神ありがとう。妹たちにも反抗期、いつも反抗期だよ、もう最初から生まれた時からみんな反抗期です。でもね、リーナだけ反抗期来てないんですよ。なんかママたちに反抗する気にならん。なんでなんだろうね、なんかかわいそうじゃん、反抗したら。みんなのためを思って行ったのに反抗されちゃうのかわいそうじゃん。だから私はね、多分一生来ません、反抗期。黒ニットと髪型合ってるでしょう、思う。思う、思ってこの服にした。いや待って、このポニーテールに合うんじゃないかと思って。 LOVE ありがとう。いい逆だよね、多分、わかんない、画面上でどう見えてるのかわかんない。控えめリップ、控えめか、これ控えめか、わからん。本当ありがとう、ホットココアありがとう。結婚してかける中、騒音素子で、弟騒音です、本当に。素子です。明後日の制服のみ公演初日、今日もトレードが当たりませんでした。最後まで諦めず挑戦するんだ。欲に濡れてる、あ、濡れてる。誓いのルビーみたいなやつが好き。え、全然わかんないよリーナ。リーナの欲望とは、リーナの欲望はみんなにもっと愛してほしいです。
ちょうど見えない、ちょうど反射して見えない。なんか最近ね、ある夢を見たの。ちょっとどんな夢か忘れちゃったんだけど、なんか夢を見て、ディーナいつもさ夢を覚えてたら夢占いするのね。そう、占いとか好きだから覚えてたら夢占いするの。なんか調べて何々の夢占いみたいな。そしたらもう愛が足りてませんって言われて、絶対そうだって思って、みんな愛に来るし、オンラインサイン会とかもゲットするんだよ、公園にも来るんだよ。残業しながら配信見てる、頑張れ。めっちゃ反抗ね、めっちゃ反抗する。なんだっけ、手裏剣、ありがとう。初見です、こんにちは。多分初見じゃないけど、マークついてないから多分ね、いつかあったと思うんですけど、今回名前を覚えてください。リナです。兄弟だよ。髪型かわいいでしょ。グッズも、あ、そうそうそう、グッズ、あのホルダーみたいなのみんなゲットしてくださいね。握手会とかの時につけてきてください。つけてこなきゃ、あのリーナ組じゃないんでね、リーナ組はつけてきます。垂れ目、リーナって垂れ目だと思う？ちょっとアイライナーあるからここ削ってさ、垂れ目、垂れ目じゃないと思うんだよね。普通目じゃない？普通じゃない？なんかつってるわけでもないし、垂れてるわけでもないね。ハートありがとう。ドム&の新作、え、出たの？え、ちょっと気になる。え、なんかリップ最近さ、これとかね、あれ、さっきの欲望の魂みたいなやつの上にティン、あのグロスみたいなのプルンってするやつを塗るのが好きなのね。配信ではね、あんまプルンとか見えないからやんないんだけど、撮影の時とかになんかちょっとグロスみたいなのを塗るのが好きなんだけど、めっちゃね、グロスとかってなんか柔らかいからか分かんないけど、めっちゃ食べちゃうの。なんか唇の裏まで行って、うわ苦っみたいななるのね。なんかそれが嫌で、あと液漏れする。液漏れしなくて食べないリップが欲しいです。ルム&ってどうですか？大人っぽい、ありがとう。かわいい、ありがとう。音符ありがとう。落ち着いた感じが大人っぽくて素敵。本当オスなら今だよ。こっからもっと大人っぽくなるリーナを見れるんですよ。今じゃなきゃ見れないです。今がお城気だよ。サイン手形抽選会どうですか？ぜひ待ってます。待つというか、まあ待ってます。2.5 ハートありがとう。しかもですね、オンラインなんで YouTube なんだけど、アーカイブ出んのね。だからいつでも見れちゃいます。何回も推しから名前呼ばれちゃいます。どうですか？リナ楽しい、へい、絶対楽しじゃないもん。リリでしょ。ニットゴールドは鉄板。あ、そうなの？リナシルバーかゴールド、どっちの方が似合うかな。うるさい。ちょっと待って、めっちゃうるさいんだけど。うるさいって言った。めっちゃずっとうるさいんだけど。ママ、ママなんとかなんとかみたいな。ママじゃないわ、うるさいんだよなって思って。もうなんでうるさいんだろうね。静かにしてって言ったよ。そんな数秒で忘れる？今日リナ歯医者連れて行ってあげたんだよね。
弟。なのにあの人ね、感謝しないんですよ。リーナがわざわざついてったのに、なんかそれが当たり前みたいな、ありがとう言われなかった。杉ブック家は弟は、男は弟くんだっけ、そうパパと弟だっけ。諦めましょう。諦めちゃダメです。ハートありがとう。つけ慣れてないの、かわいい。つけ慣れてないんだよな、シンプルに。近くにさ、ぬいぐるみ置いたんだけど、ここのリナが配信してるとこの、あの今見えるんだけど白と赤で、え、トドロキくんのって思ってたの。ヒロアカのトドロキショウトくんのぬいぐるみとか思ったら全然違かった赤と白のさ、丸いやつといえばみんなわかりますか？ポケモンのモンスターボールがトドロキくんに見えて、え、もしかしてって思ったら全然違かったあ、ありがとう、頑張れ、ありがとう。指輪はねしないあの洗い物とかするから、指輪あるとねいちいち外さなきゃいけないからめんどくさいんですよ。ありがとう、手裏剣。でもね、イヤリングはめっちゃつける。でもちっちゃいイヤリングはつけん。でかいイヤリングめっちゃつける。なんか基本的におろしヘアだから、まあ楽だから、それがおろしか、まあ結ぶかなんだけど、基本的におろしで、でおろしの時リナはこっち耳かけで、こっちも全部隠れてんのね。で耳かけの時もちっちゃかったらイヤリングが全然見えないじゃん。見えなかったらあんま意味ないと思ってるから、いつもでかいやつ買ってる。良い髪型ありがとう。28日の初日公演、席はいまいちだけど全力でリーナコールします。頑張れ、ありがとう。その気持ちを受け取って私も頑張ります。一生懸命頑張ります横の毛かわいい、横の髪、これとこれ、ありがとう。あった方がなんか大人っぽく見えるよね、知らんけど。後ろでつけれないから前に持ってきた。え、後ろってむずくない？まあでも結局見ずにやってたからそんな変わんなかったかもしれないけど。手裏剣ありがとう。なんで手裏剣なの？雪で転ばなかった？転ばなかったけどね、リーナ雨の日にね、なんか仕事行くときに通る道があるんだけど、まあみんなあると思うんだけど、仕事のね、職場そんな変わんないと思うから、そんな今日はここ、今日はここです、今日はここの職場ですみたいな、そんな変わんないと思うからね。行くルートとかだいたい決まってると思うんだけど、毎回雨の日に転びそうになるつまずくか、毎回つまずくとこがあるんですよね。なんか下に糊でも貼ってあるのかなってぐらいめっちゃツルツル滑る場所があって、雨の日にね、そこで毎回転びそうになってる。三日月かわいい、えね、かわいいよね。みんな昨日の月見た？え、昨日満月だったのかな。いつもと場所違う。よくわかったね。ちょっと違う。手裏剣ありがとう。前でつきやすいように持ってくると大体逆になる。それのせいか。確かに見れないもんね。今日カレンダー、え、知ってる？19時からね。知ってる。手裏剣ありがとう。神ありがとう。サイン開始早い。関係ない関係ない。アーカイブアーカイブ。しかもね、メンバーもっと早くに起きてますからね。北海道から月後劇場に入ったことがあるですよね。なのにそれで頑張ってくれてる方もいるのに、ちょっと北海道だから無理かな去年一回も来なかった人いるからね。なんか次こそはって言って毎回来ないんですよ。生誕祭も初日も。劇場行きたいけど冬は雪で飛行機飛ばない可能性があるんでね。でも来てる人いるよ。詳細アピールコメント&ポーズ。詳細ってこれですか？詳細って呼ばれてんの
そうですね、アピールコメントか。え、サインはですね、裏まで書きます。一人一人の、まあ、この人こうだなみたいなコメントを裏までぎっしり書いて愛をたっぷり詰め込みます。手形は手が大きいんでちょっとお得なのとまあちょっとインクがね多いんでね、まあ、ちょっとお得なのと、うん、2枚目以降は遊びます。ちょっと遊んだことなかったんですけど、手形で、まあ、ちょっとハート作ったり、あの犬の手形的なのちょっと挑戦してみたりしたいと思ってます。よろしくお願いします。そして抽選会はですね、あの大人っぽいんですよ。めっちゃ大人っぽくて、今回のなんていうんですか、そのサイン会とかの色紙にさ、いつも画像あるじゃん。その画像がめっちゃあれなんですよ、めっちゃ大人っぽいんですよ。だからもう今までの全てのリナの中で多分一番大人っぽいと思うんですけど、まあそんなねレアな商品も抽選で引くことができるという、まあチェキとかも非常に人気なんですけれども非常に人気な商品となっておるんですけれども、そうですね、チェキとかも、チェキって一番下なんですよ、なんか賞が、なんで一番当たりやすいんですけど、狙ってみるのもありかなと思います。全部ね違うんで、チェキは画像がねありかなと思います。販売中です。28日まで、もうすぐじゃない、あと2日じゃん。2日しかないよ、みんなぜひゲッツしてください。え、ポーズか、え、普通にこれでいい、普通にみんなスクショしてよスクショして載せてよ。え、何この謎の間、なんか謎にさ間空いてるんだけど、あれみたい、ひょ、あのなんだあれチーターの柄みたいになってる。え、何これ、嫌なんだけど、嫌だな。まあ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 、まあ、あ、いいんじゃない、かぶってないでしょあの丸。ぜひゲッツしてください。最近スケイメールの写真が可愛すぎる、ありがとうございます。最近ねちゃんとメイクする機会が多かったんでよりかなと思うんですけれども、ぜひ皆さんこの機会を、このこれを機にメールの方もね登録お願いします。メールはね私割と好評なんですよ。なんか空がありますまあでもちょっと言うともったいないかな、まあ、ちょっといろんなね工夫をされてるんですけど、私自分にねされてるって言ってるしてるんですけど、まあぜひメールも登録してください。でもなんかメールはね可愛いよりも面白いって言われてますちょっと可愛いのがね嬉しいんですけど、まあでもギャップとしていいんじゃないですかまあぜひね、ちょっと気になったでしょ、ちょっと登録してない方はぜひ登録してください。レアな写真もあるんでね。そう、こう見ると分かりにくいよね。ロキンにそ、あ、ロキソニン。うん、ちょっと分かりにくくない？もう花粉だよね。来てるよね。やっぱり花粉だったんだ。無理ね、いつの間にか花粉症になってたの。小5とかまで全然大丈夫だったのに、いきなりね、あの小6とかにアレルギー検査したら花粉症になってた。悲しい。ありがとう流れ星。もう花粉来た、嫌なんだか、嫌だよね来たよもう。神ありがとう。ちょっと気配はしてた。あ、みんな販売のやつ打ってくれてる、ありがとう。分かった、自力で
サイン会の写真はチキホルと同じ衣装？それはね、わかんないよ。それは知らないんですけど、自分で見てください。買うまでのわかんないですよ。そんなわかるの、さすが特等生。特待生かな？ 特等生ってなんだろうってなっちゃうんですけど。販売の字がわかるの、さすが特待生。あ、ほんと。嬉しい。それだけで褒めてくれるとは。嬉しいですね。昔はマントヒヒをマソトヒヒって呼ぶ可能性があった。うん、マントヒヒは分かってたけどね。その単語を分かってたら、あ、これ、んだなとか分かる。ね、違う販売送ってきてる人いる。惑わせようとしてたね。私はそんな惑わせには乗りません。漢字の覚え方が独特。まあ、反射の歯です。反射ね、反射。イントネーションの間違い、そうそう、イントネーションの間違いですよ。反射反射。そっちじゃないですよね。反射みたいな、そんなんじゃないですよ。意外にリーナみたいなのが反射の男に惹かれたりする。いやー、多分大丈夫だと思います。私、ルール守る人が好きなんで 私はちょっとね、学級委員とかすごいやってたんで、真面目なんですよ。が、ルールとか破る人好きじゃないんですよ、あんまり。なんで私は大丈夫ですよ。まともです、きっと。3点とも1時で購入済みです。ナイスです。みんなもぜひ布教してくださいね。ゲッツしてる？あ、みんなゲッツしてる？ゲッツってなんかポーズあったよね。ゲッツ。 3点同時購入したら何がありますか？リーナの愛が3の3乗されます。 3の3乗されますよ。3の3乗で帰ってきます。倍返しです。倍返し。 愛の倍返し。エクスクラメーションマーク。え、リーナなんて言ってたっけ？え、そんな感じのこと言ってなかった？小学生は終わっちゃうのか。うん、小学生は終わったね。中学生ですね。間違えました。エクストロフィーって言ってた？リーナ。エクスクラメーション。あ、でも似てるじゃん。ほとんど合ってるじゃん。まあ、正解ということで。小学生にタイムリープね、しちゃってた。タイムリープ。ゲットは動詞なので複数形ない。あれ、複数形ない。 え、じゃあ S は、え、もしかして三単現になりますか？だったらダメじゃん。ちょっと消しとこう。 ゲッツダメじゃん。え、じゃあゲッツって言ってる人は何？あれは何なんですか？わかんない。ランドセル背負えばいつでも小学生。 じゃあ大人がランドセル背負っても小学生ですか？ドラえもんいたらできる。まあ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 、まあ、いないんでね。 竹道もいたらできるんですけど、いないんでね。トリガーなので、いつかりなちゃんと楽勝に行くといいのかな。あ、じゃあすぐ来てください。すぐにでもタイムリープしましょう。あと2分ですよ、みんな。 あと2分で終わる頃で、ね、スクショタイム。リクエスト取ります。何でも、犬でも鹿でも何でも大丈夫です。そう言って19時までやりません、やりません、やりません。私もね、ちょっと踊りたいんでね。踊らせてなんて、私も。 私もね、ちょっと踊らせてなんでね。あと、あれを聞きたいんで、いいね、それいいねの。もう許してあけない。あれめっちゃ好きなんですよ。後のなんかこういうのも好き。 めっちゃね、可愛いんですよね。今日入るから途中で消える。ぜひぜひ、まあ楽しんでください。今日絶好調。絶好調だね。 ボケかましてます。ちょっと目赤い。え、目はね、普通にメイク。 メイクですね。ちょっと目はあんま花粉症でね、荒れない人なので。48は、え、めっちゃ見たじゃん。誰が好きですか？通り部。目尻いい感じ。本当？よかった。かわいい、ありがとう。年下ってなんでかわいいの？まあ、年下はね、かわいいですよ、弟以外。リーナは反抗期じゃないよ。
つまり終わるのは18時50分で、みんなさこれ言ってさ、いつも18時50分とかになるのやめてほしいみんながいつもさそうやってさ、あーリーナがこれって この時間に終わるって言ったから20分後とかに終わるなって言って、みんなが計算した時間に、いや絶対リーナそれより前に終わるからとか言って、いつもその時間に終わってるのやだやだ、予言者じゃんみんな。俺も反抗期だから DD。 いやそれ関係ない関係ない、反抗期でもオンリーワンの人いますよ別に、それは言い訳です。最近は反抗期が分かりやすく現れない人、あ影で現れてるってこと、分かりやすくはないけどみたいな、嫌だな、なんかそっちのが嫌じゃない、えそっちのがいいか、リナが親だったらあんま出さないでほしい。一時は心配したが可愛くなってよかった。何ですか、何へ心配してたんですか、優しい、ありがとう、いい子すぎて理解に苦しむあすごい赤ちゃんだと思ってます、上から目線なのがジュアルまあ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 、家族はね下からでも上からでも見れるんでね、いつか爆発ないと思う。でもねリナめっちゃくちゃファンの人に反抗期してる時期なかった、めちゃくちゃってわけじゃないけど、なんか性格プラス反抗期が若干あったような気もする。今はねないよね、ないよね、今はただの性格です。いい役だった、まあ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 怒りが好きだった、弟が騒音元気なのはいいこと、ね、あれ騒音ってね公害らしいですよ、公害、え、なんかね習ったんだよねこの前社会で、なんか騒音も公害に入るよみたいな、公害だった気がする確か。 JK になったアリーナ大人扱い、まあ、JK も子供なんですけどねリーナルーム恒例の、恒例じゃないよちょっとうるさいやわ、恒例じゃないで、なるべく発したくない、アイドルとしては王道の欲望ですね、素晴らしい、ありがとう、愛されるより愛したいマジで、じゃあ愛してくださいよ、アイスが足りない、アイスがどんな夢か忘れた、そう忘れちゃった、ハートありがとう、ほこりが虫かと思った、中学生を愛するのはいろいろ問題、違う違う、そういう愛するじゃないですよ、推しって感じ、あのあれみたいな感じ、推しの子のアクアみたいな感じ、アクアとなんだっけ名前忘れたルビーかみたいな感じですよ、そっちのアイス、アイスゾーみたいな方、アイスじゃなくてわかるなんかアイスじゃなくてアイスゾーみたいな感じ、ハチマキしてサイリウム振ってアイスゾーみたいな感じなの、リーナが言いたいアイスは、あなたは勘違いしてる、アイスじゃなくてアイスの方わかる、アイスにもいろいろあるんだけど、私はアイスの方がね好きなんですよね、かわいい、ありがとう、神ありがとう、夢の話好きだから思い出して、思い出せません、夢ね結構忘れる結構忘れる、宣伝上手、いや本当なんだよ本当、愛に飢えてるんですよ私ほらありがとう、愛されたいと願うのは愛したい気持ちが足りぬから、いや違う、そんなん違いますよ、それはなんかただのポエマとかが作ったようなやつですハートありがとう、インスピの赤ちゃんリーナが好き、インスピ？未完全のインスピレーションゲームのやつ、インスピレーション、愛って難しいですよね、伝わらない時もあって、でも伝わるものがあるじゃないですか、愛ですよこれも、アイメイクかわいい、あそっちの愛ありがとう、こっちの愛もあるよね、あなたのアイドル最高よビーン、神ありがとう、こんな可愛い子のサイン変えるのか、そうだよ28までだよ、あと2日だよ、大富豪の11イベントの T シャツめっちゃ可愛かった、えね、あれの着用画像送んないと一回来たんだよねリーナ、花が好きありがとう、可
可愛い、ありがとう。ロマンドの新作がパンピンでプルンってなるのおすすめ。え、いいな、めっちゃいいな、ちょっと見てみる。流れ星ありがとう。リーナ組はつけてくれのマスト。そりゃそうですよ、推しなら、好きなら。な、何マックリップっていうの、リナね、これ何回か見たことあるんだけどね、読み方知らないんだよね。粘膜、粘膜リップってことでいいかな。粘膜リップね、わかるよ、プルーンって感じだよね、わかるわかる。いいな、ちょっと見てみます。今日やったら大人っぽくないかい。まあもうすぐ高校生なんでまあもうすぐ高校生なんでね、私もちょっと、まあね、ここにねちょっと髪があったらいい感じになんかフォンってできたんだけどね、なかった多分ね服が黒いからだと思います。あと髪型、誰だったかも液漏れするとか言ってたな。あ、本当？液漏れねするんですよ、あのグロス。最近残業続きで変な時間に食べてるから体重が増えた。仕事しながら食べましょう。なんとなくシルバー、あ、本当シルバーの方が似合うと思う。でもね、多分リーナイエベだからね、ゴールドの方が似合うかもわかんない。うるさい、来たじゃないよ、来ないでほしいんですよ。弟には逆にお姉ちゃんうるさいなと思われてる。いや絶対ない。え、そういえばさ絶対ないって勝手に決めた。そう、そういえばさ最近ね、え、あのメールで言ったんだけどさ、 みんな登録してよ、メールで言ったんだけど、猫ミームっていうの知ってる？みんな猫ミームっていうのがあるのね。それにめっちゃハマってて、だからなんかね、ちょっとなんか、あ、嬉しいとか思った時は心の中でハッピーハッピーハッピーのやつ流すし、なんか何言ってんのって思ったらおのやつを心の中で流すし、なんかご飯食べてる時も早食いポテチのやつを想像しながら食べてるし、まあ、すごいハマってるんですよね見てみてください、猫ミーム。え、面白い。リーナミーム作りたいんですよね。でも素材がないから無理素材がないから無理。あはよくやる。あ、だから授業とかで、え、な、何言ってんのこれみたいな解説聞いてちょっとよく分かんなくて、この人何言ってんのってなった時に、心の中で、あはぁみたいな猫ミームがあるんですよほほんのやつを思い出して、私はいつも授業受けてます最近歯医者怖がった。え、歯医者怖くないんだよ、全然怖がってない。いつも照れ隠しじゃないよ、多分ね、ありがたさを分かってない。歯医者連れて行ってくれる、歯医者連れて行かれて怒ってる。いや違う違う、歯医者好きなの、だから自分で行ってるんですよめちゃくちゃお姉ちゃんしてる。まあお姉ちゃんなんでね、あの2人下にいるんで真ん中なんで私。手裏剣ありがとう。オンリーワン、オンリーワンじゃないのにオンリーワンとか使っちゃダメだよ。弟ちゃんの保護者できて偉いね、ありがとうだよ。あ、ありがとう。逆にそっちか、そっちがありがとう言ってくれた。めちゃくちゃモロに言っててくさ、まあ、モンスターボールなんでね、モンスターのボールです。歯医者行く、怖くて行くの嫌だった。え、リーナ歯医者行くの好きだったんだよね、ちっちゃい頃。今も別にそんなでかいわけじゃないんだけどさなんか昔行ってた歯医者は、ちょっとリーナいろんなとこで引っ越してるからさ、昔なんだけど、昔行ってた歯医者はね、小学生かな、小学生以下、小学生以下だと、あのその施術が終わった後にビー玉とかなんかもらえる、なんかくじ引いてさ、そのくじの番号のビー玉とかもらえるみたいな、スーパーボールか、スーパーボールがもらえるみたいなやつがあって、それがめっちゃ好きでちっちゃい頃からランダム好きだったんだって思ったんだけど、そうくじ引いてそのくじの番号のスーパーボールもらえるよみたいなのがめっちゃ好きで、なんか好きだった歯医者もそれのためだけに好きだった。
つまり野生のリーナちゃんが草むらから出てきた轟くんの 生首を投げればゲットできるのかな。生首は怖いかも生首は怖くて逃げちゃうかも。 A 列のドセンター、え、 A 列なの知ってたけどドセンターすご、ドセンターなんだ、緊張するね下からってどういう景色なんだろうね、ちょっとわかんないけど楽しんでください。リーナのサイリウム振ってよ、絶対に睨むからね、振ってなかったら睨むから、あのあれとかでジェラシーとかで運命なんてめっちゃ睨むからちゃんと振ってよ、赤ピンク白もう言ったからね、大事なことは3回言います、さっき1回言ったね、赤ピンク白、赤ピンク白絶対忘れないね、これ振ってください。トドロキショートで髪ショートにはしないの、アリーナリーナね、勝手に髪型変えちゃダメなんで、きっと却下されます。昨日フルムーンだった。フルムーンって何、満月ってこと、フルだから、へえー、でもそうだよね、めっちゃでかかった、びっくりした。制服の目頑張ります。最近行ってないな、去年行ってない、去年行ってない、何に、こんばんは。手が大きいからインクたくさんなのでお得。そうだよ、犬の手形気になる、じゃあぜひ足型、足めっちゃでかいよ、そんなでかくないけど24、大人だった、本当みんな今回の可愛いって言ってる、じゃあ期待大ですね、まだまだ綺麗になりそう、じゃあ今がお白きですよ、見れるんですよ成長過程を。ジャパネットリーナになって、何ジャパネットリーナって、将来美人なお姉さんになるんだろうな、ワクワク、みんなワクワクしてる、じゃあ今押してよ、みんなここにいるみんな今押してよじうまい、ありがとう、何これ、 何柄って言ってんのみんな、ちょっとわかんないけど漢字習ってないよそれ。長見へのこだわりはアイドル、昔そんなこだわってなかったけどね、ヒョウ柄、ヒョウ柄か、ヒョウ柄ねえ、やだ、チケットホルダースマイリーポーズで可愛いね、でしょ、2番メールは写真と件数がいっぱいでお得でしょ、みんなお得だよ今のうちだよ、まあちょっとね学生なんで平日のね8時から17時は遅れないんですけど、でも私はその遅れる時間にめっちゃたくさん送ってるんで、1日7通ぐらいだよね、え、そうだよね、最近はちょっと忙しくてあんま遅れてないんだけど、仕事をね毎日あったんで、休日めっちゃ送ってるよね、多くて12件とか送ってるのでぜひハートありがとう、メールマジおもろい、本当に日常系が多いかも、リーナ今日何々があった、何々食べた、弟が何々だった弟話多いんですよ、ちょっと子供って面白くてさ、なんかやることが面白くてめっちゃねネタにしてますいつも癒されてる、よかった、メールお得な感じするからおすすめ、おすすめだよ、知り合いにおすすめすると大体この子おもろいやんって言われる、だって知らんけど、あ、そうそう、この前リナって知らんけど口癖だよねって言われた知らんけどってめっちゃ言ってるかも、押し増し押し変はルール違反ですか、ルール違反とかじゃないけど押し変はやめて、押し変はもうさルール違反の以前にもう好きじゃないじゃん、ルール違反とかはないよ別に、でも絶対オンリーワンにさせるからって感じですめちゃくちゃ布教してるね、思ってる思ってるありがとう、今日19時からカレンタ見るよね、リーナ見るよ、神ありがとう、さすがさすが、スマイリーポーズ、うん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 、オッケー、最善ポーズ、うん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 、これもう真ん中の一番前だから、もうなんていうの、ここにステージある的なやつね、うん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 、オッケー、ハートありがとう、トリッキーって何、トリッピーでいいトリッキーが分かんないからトリッピーでいくね、うん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 
しまじろうにいたじゃん、トリッピーって。トリッキーわからないんでトリッピーにしました。ゲッツ、多分これで合ってるよね。OK 踊らせて反射ポーズ、反射ですよ、反射、反射じゃなくて反射です、反射ね、反射ね、反射、じゃあ反射させますね。さすがにできん、さすがにできん。あえての反射。ワンコブシを添えて今日は服も髪型も可愛いのでポーズいらない。あ、でもそのままでいい、謝罪会見みたいだね。謝罪会見ってこんな感じじゃない。証明写真か制服の目あんま見えない。これは本番にたくさん見てくださいよ。イントロもね、おーおーおー、イエイ、それいいね、ポーズ。マイベスティーになっちゃう。最初のね。OK。 通り部で、コンビニで通り部のくじ見ると引きたくなる。引かないの？でもね、わかる、引きたくなるよね、くじってね。勝手に負けた気になってる。誰が好きそうに見える？知らない。やだ、なんか質問返しされるの好きじゃない、リーナ。なんか、え、誰が好き、え、誰が好きそうに見えるとかさ、え、何歳ですか、何歳に見える。誰が好きそうか、絶対女だよね、絶対女だよね。ひなだ、絶対ひなだ。絶対ひなでしょ、ちょっとリーナと似てるもん。手裏剣ありがとう、ハートありがとう。オンリーワン単押しで反抗期って何に反抗してくるの？え、なんだろう、なんか反抗してた。何にか覚えてない。同期に、え、同期絶対反抗期しない、リーナ。オンリー58、やばい、58はやばい。性格丸くなった、丸くなったよね、なんか大人になったんですよ、リーナも。仲良くなると雑になるってやつの反抗じゃない、反抗じゃない、それはただの性格です。騒音公害あったよね、だよね。いつも可愛いから反抗でも反抗期でも何でもいいよ。ありがとう、優しい、僕のことをしてください。押す。違う方の押す、好きと愛してると押すの違い、好きと押すは多分一緒。なんて言うんだろう、好きは好きって感じで、愛してるは愛してるぜみたいな感じで、オスはウェーイって感じ。オスはなんて言うんだろうな、なんかアイドルとして好きって感じ。好きはちょっとあの子のこと好きだな、付き合いたいなって。愛してるは結婚したいですみたいな感じ。知らんけど。おそらく自社になるけどなんか違うなって思った。でもね、あの写真見てみたら結構なんか楽しみだったりな。ハートありがとう。実写はあんま好きじゃない人なんですけど、ベジュが良かった。アクアみたいなお高つ希望、そうですね、まあ人に迷惑かけない程度に。あれは子供だから良かったわけでね。愛って悲しいこともあるから、悲しむぐらいなら愛なんて持たなければ良かったと思うことも。悲しいな、そんなこと言わないでよ。いやでもね、押す方の愛は絶対間違いないんで、いつでも愛してください。写真戦です。サイン会は回避、写真会待機、ワクワク、ダメ、なしです、それなしです、専用ないです。猫耳もおもろいでしょう、わかる。今月からお便りの始めたけど、可愛いママメが毎日来るので解約できなくなって困ってる。その調子です。みんなもみんなもぜひ。リーナ戦略にはまりましたね。みんなは猫耳よりミヤビームにはまってる。そうなの、みんなリーナからビーム出るけど大丈夫そう。
X で流れてきたけど12期のこのブログに11期ね書いてくれてた、ありがとう。ね、絶対終わんない。ね、しかもさ X で流れてきたって言うけど、どうせ見てるんでしょ。いつもさリーナ以外のさブログもさすぐ反応してるもん。なんかリーナ乗ってたよとか、早いんだって。絶対いつも見てるでしょ。仕事中の春風より愛してるよ。あ、本当？言ってる？仕事中に？仕事に集中しなさい。何言ってもダメ。大きいのか小さい、そうそう、それ。赤ピンク、え、なんか一回暗くなったね。赤ピンク白ね、オッケー。本当に？本当ですか？ガチなジェラシー、ガチなね。ジェラシーって嫉妬って意味なんでね。ハートありがとう。空気が澄んでて可愛かったね。え、わかる。犬の手形は何枚でもらえるの？え、2枚以降。ランダムです、完全。今日の満月、え、今日満月なの？今日が満月なの？ウルフムーンってすごい可愛い名前。常に押してるよ、ありがとう。ジュイキで足一番大きいサイズ、多分リーナの24です。いっちゃん大好き、ありがとう。今日なんて習わなかった。え、だよね、習わない、そんなのね。11期ランダム倍率上がっちゃった。メール多いね。お一緒、お得ですよ。頑張れ研究生、応援してます。押してね。今のうちに兄弟の話多い。まあちょっとね、いいネタになるんですよ、おもろいので。だいたい本文に写真が貼ってあるから、みんなそうじゃないの。あ、ありがとう。ということでが口癖。あー、でもなんかということではみんな使うくない？もうちょっと何、話の切り方が分かんなくてここで切るっていうので、ということでって使う。結構みんなそうじゃない？ケツ声、あ、始まっちゃう。やだ。ちょっと私は見たいんですよね。リーナ想像の5倍話す、本当？私調べ5倍、すごいじゃん。コエンとカレンタどっちを優先したらいい？どっちも2層しましょう。2窓2層しましょう。初見さん旗ありがとう。トリッピー、そう、トリッピーにしといた。かわいい、ありがとう。ハッピージャムジャム、ハッピージャムジャムだよ。ハートありがとう。ありがとう、あれ手裏剣、公演楽しみ、楽しみ、めっちゃ。ふんふんふんは、あ、そう、321って意味です。321って言ってます。かわいいね、推しは逃げないよ、またね。ありがとう、逃げないの、ありがとう。逃げるってなんやねん。結婚式かけるうち、逮捕です、逮捕です。あー、もう終わるよ、もう終わるよ。 DMM 最善で見てね、みんな DMM 見てよ。リーナに似てるキャラが好きなのを断定するのかわいい。え、絶対そうでしょ、なんで当てるの、しかも理由まで。すごくない、リーナ。握手会でも質問返しは禁止な、別にいいですよ、私どうせ答えるんで。何でも答えるんで、会話しましょう。え、ニルセンペンライト持ってないの、じゃあこれを機に買いましょう。100キラ送ってありがとう。突然のオスに戸惑う、オスだからオス。こんばんは。イケボじゃないでしょ絶対。ハートありがとう。ニーナの声は絶対イケボじゃないです。オス方もいろいろ悲しいこと多くて怖い。え、大丈夫、私は大丈夫です。いろいろ上手くなった、本当ありがとう。推しのことが書いてあるかも、推しとのツーショットがあるかもってことをチェックしてるのかも。そうですよ。ん、ああ、その人がいっつもだよ、いっつも。満月狼チャンス、チャンスって何ですか。ハートありがとう。やばい、おばあちゃん始まった。うわ、実質的にオンリーワン、実質って何ですか。オンリーワンでいきましょう。自作ペンライト、自作すごいじゃん。リーナみんなを幸せにしてくれ、天才、やった。汗汗してる、そう、汗汗。イルカのなんか、あ、イルカじゃないな、クジラのさ、あの水を吹く時の音みたいな声出るんですよ。パニックった時。ということで今日の配信は終わりたいと思います。もうわかんない、もう明日できたらやりたいと思ってるんですけど、配信もう次は制服の目公演かもしれません、もしかしたら。なのでぜひ
今のうちに登録してくださると、登録モバメの登録と3点セットゲットなんか S はつけないらしいのでゲットしてくださると嬉しいです。28日までです。ぜひ早めにゲットしてください。ということで今日の配信は終わりたいと思います。あれ、固有じゃないわ、あのコメント読んだら終わります。字綺麗、本当やった、めっちゃ汚いと思ってたバランス悪かったから。しれっとミルセンのことをバランス、あずあずかさっくんのうちはね、絶対振ってるよね。今リーナツイートした、本当絶対振ってる。コメント追いつかれる、追いついてるよ。もう延長はしましたけど、しません、これ以上。今日は配信ありがとう、いい夢見るんだよ、いい夢見ます。ジーキラありがとう。中学卒業、さすがに卒業する、中学はさすがにね。サインと出方初めて買った、え、本当？人類の中で初めて、やったー、ありがとう。初記念ですね、私が。じゃあみんなも初めてお私で久しぶりにありがとう。こちらこそ、まとめまた送りますね。新作お便りの、あ、ありがとう、めっちゃ見るめっちゃ見る、本当にリップ欲しいの。28日会えるのが楽しみね。みんな会いましょう。トレードも諦めないでよ。面白い夢見てね、面白い夢ね、見れるといいですね。ということで配信終わります。みんながなんかいい夢見てねって言ってくれるんで、皆さんもいい夢見てレポートしてください、私に。じゃあ K2 見て